では、ちょっと入れてみたいと思います。まずこれね、10ミリぐらいですね。お湯は93度プラスマイナス2度ぐらいということでいいんですよね。はい、最初10ミリぐらい入れて一滴目の注入が2、30秒。はい、ファーストドリップの手が2、30秒かけるというね。ここをじっくりですね。ここが肝。ここが肝です。で、20秒と40秒だと味が根本的に変わる。はい、20秒待つのと40秒待つのではかなりこれ味が変わってきます。これね、私がいた頃からこういう感じ変わらないですね。あ、これタイマーが動いた。やばい。あ、ありがとうございます。もうそろそろ落ちていいじゃん。はい、落ちました、落ちました。落ちてきました。全体で2分半ぐらいかける。一応2分半で入れるんだけど別に2分でも構わない。構わない。うん、ただ基準、標準が2分半、うん、で基本的に全部味見るときは2分半で見てる。ああ、2分半で結構ブラッシュと味がちょっと見えないので。そうですね。であと味を飲むときは別に2分で入れる場合もあるし、うん、1分半で入れる場合もあるし、ただテイスティングするときは必ず2分。そこぶれちゃうとテイスティングできます。持ってきた。そして500円玉ぐらいの範囲で、ね、少しお湯を増やしていく、増やしていく、こんな感じですかね。うん、この辺の縁にはかかってなくても大丈夫。かかってなくても大丈夫だね。お湯って横に浸透するから必ず行きます。最後多少ロスは出るけど、はい、必ず横に浸透していく。あとこの抽出方法は必ず上の層を抽出してさらにその抽出した液体が下の層に行ってさらにまた抽出してっていう構造になってるんで、蒸らすとかいう入れ方ではないので。なるほど。ただでもこれ最後までこの500円玉の範囲は崩さないで大丈夫。もうちょっと広くしてもいい。もうちょっと広くしてもいい。後半お湯の量を多めにしていい。で最後 240cc ぐらいですね。 25g 使ってるんで 240cc、 まあ 120cc を1杯分で見てるんで。あ、じゃあ2杯分ぐらいっていうか2杯分だね。だからこれが 260cc 抽出してもいい。はい、だから 300cc 抽出してもいい。でどれがいいかは自分で決める。うん、だから必ずでももうちょいちょいかね。必ず抽出量はだから別に240が基準にしてあるけど260でもいいし300でもいい。はい、これでいい。大体こんなもんですね。はい、できました。いいだね。これあれですか、かき混ぜなくても大丈夫ですか。かき混ぜなくてもいいけど、まあ本当はかき回した方がいいと思うんですけどね。ちょっと下の方が濃いとかそういうことに多少あんまり関係ないです。まあ、気になる人はかき混ぜばいいし気になんなきゃいいし。これ今3分ぐらいかかってるよね。そうですね、私最初タイマー入れてなかったんで。あ、俺フェイスシールドで止めなかった。まあフレンチだね。あ、質感がすごく出ます。フレンチで温度が結構あるね。はい、だからあと30秒短ければもうちょっと軽やかになる。あ、もうちょっと、うんうん、で抽出時間っていうのは、抽出時間よりも抽出量の方が味のこう変動値が大きい。
抽出時間よりも粉の量とかの方が、はい、ああ、うん、だから粉の量を変える方が味のこう変動幅が大きく出る。だから相関が取れる。同じ抽出量だったら粉の量を変えればそこである程度こう濃度の違いが明確に出るんだけど、あの抽出時間だけで見ちゃうと2分と2分半と3分で見ちゃうとそこまで あの濃度差は出にくい。あ、うん、なるほど。もう持ってるその粉の量から出る成分が決まってるからですね。成分が決まってるから、うん、はい、だから相関性が取れないんだよね、抽出時間だと。だからあの本でも粉の量で、変化を見てるんだよね、うん、チャートはね。分かりました、ありがとうございます。なかなか溶解する成分量で決まってるんで、その 27% ぐらい あの成分値をどのぐらい溶解するかっていうことになるんだよね。でその全体の 27% ぐらいの水溶性の成分を、うん、まあどの程度溶解するかっていうのはもう感覚とあとはトライして味を見ていくしかない。うん、どう頑張っても 27% しか出ないので、それ全部出しちゃうとダメなコーヒーは雑味が出る。あ、じゃあ 27% 以上は出るけど、いや出ないんだけど、あ、出ないんだけど欠点豆が混入が多ければやっぱり全部出さない方が、欠点豆の混入量が多ければね、欠点豆の混入量が少なければかなりきっちり出してもそんな変な味はしない。うーん、そうか。だから そこが難しいとこだよね。 あ、うん、あとは水溶性の成分の中でどの辺温度によってもどの辺が出るかとかな、うん、まあ、あんまりまだよく解明されてないので、ね、やっぱり抽出ちょっと難しいよね、厳密に言うとね。あ、うん、じゃあ昔あのコーヒーのドリッパーでこう、うん、お湯が落ちきる前に外せみたいなのを言ってたのはやっぱり品質が良くなかったから、あの多分ね、まあ、あんまりそういう言い方するといろいろ入れがあるかもしれないけどあのお湯の温度もそうだね。あ、なんか高温すぎると雑味が出やすいとか言うんだけど、いいコーヒーだったら高温でも何の問題もない。うん、うん、で焙煎が深くても問題ない。フレンチでも95度で入れても問題ない。うん、だから欠点豆の混入が少なければやっぱり高温で入れても問題ないし時間かけても問題ない。そうですよね、もともとだってその嫌な成分自体が、ま、豆に入ってないのだから出ようがないですよね。うん、そういうことをこうそういうことが頭の中で交通整理されていれば抽出は割合抽出の基礎がクリアできてる、うん、っていうことなんだよね。こうやって入れましょうなんていうのは抽出セミナーでやってもしょうがないうちやってるわだからそれはいいんだけどね、はい、こうやって入れましょうっていうのは基本の入れ方ですよっていう、それはいいんだけど、それは家でもいくらでも練習できるので、粉の量を変えれば味がこう変化するとか、抽出時間を変えれば味がこう変化するとか、お湯の注ぎ方を変えれば味が変化するとか、お湯の温度でも変化するとかいうことをこう少しずつ理解できていけば基本のクリアになる。うん、だセミナーっていうのは必ずそういうところをやらないといけない。なるほど、うん、交通整理をきちんとしてしてあげないと。そこが分かってれば自分で応用が効くじゃん。そうですね、うん、そこの部分をこう初心者に理解させるのって結構大変じゃないですか。でもそれをやらないとダメだね、うん、だそれをやるために理解させるためにはだからブリックスで測ったりとか、はい、ペーラーで測ったりとか pH で測ったりとかするわけで、はい、はい、うん、